ツが OBC ブンブンリクエスト。なんやねんそれ。いや、たまにはガンもええかなと。あ、ビスキッツが OBC 部門リクエストお送りしますまで言うやつだ。ビスキッツ、ビスキッツが OBC 部門リクエストイコール、うん、おなるほどな。それはどういうことを表してるわけよ。いや、前の番組も終わるしねまあな、いつも70人してたんや今な、前の番組終わるって聞いた時みんなビクッとしたやろ。まあ、胸を大事にしたからね、今何がええんかなって。そうそう、俺らももうすぐかなって思ってんやろ。今日はね、ちょっとドキドキしながら珍しく3人バラバラできたんですよ、はい、午前中ちょっと時間があったんでね、うん、バラバラできましたけど。ほいでな、うん、俺一番最後に来たんや、うん、ほんとはいつも入り口で待ってるファンの人たちが、うん、なんか俺が遅れたみたいなで、どうしたんですか今日はとか。まあでもお前前回あるからな、そのあたり。まあ、なんだよな、それは。わかんねえ、自分ら。だって、俺が来た時間が、ちゃんと、初めの、正規の時間、ちゃんとした予定ではな。自分ら早くるから、なんか俺遅刻したみたいで。うん、なあ、まあ、よろしがな。はい、よろしく。なんや。今夜のオープニングナンバーは、フミヤさんのニューシングルです。鶴見区のポンスケさん、松原市橋本沙耶香さん、芦屋市の岡本正義くん他のリクエストです、ディズニー映画ヘラクレスのテーマソングにもなってますね、今日リリースです、藤井フミヤゴーザディスタンス。藤井フミヤさんのゴーザディスタンス、はい、ヘラクレスやる。ねえ、あの、ね、ディズニー映画ってええよな、なんか俺はね、うん、なんかアラジンが良かったね。そう、俺もアラジンめちゃめちゃ良かった。ほうほうほう。あ、なんか俺知らんって顔してるな、ケンジ。見たことないやろ、ディズニー映画。アラジンと、まあ、高原圭がちゃうねんと。それお前、アラジン完全無欠のロケンローラーやな懐かしい。というわけで、ケンタロウです。ケンジです。ジョニーです。いや、ほんまにね。ね、というわけなんですけども。いいな。うん。何が、あ、曲このまた見に行くんやろね、カップルは。行くやろな。あのディズニー映画ってアニメやけど大人も子供も見れるからいいよな。大人も子供もその大人も子供もめっちゃ楽、めっちゃ楽しめるもんな。めっちゃモッサめっちゃモッサ楽しめるもんな。それわずか30分ぐらい前からえらい押してるな。いやいや、めっちゃモッサめっちゃモッサめっちゃモッサ。ところでお前ケンタロウ的にはめっちゃおもろいんや。その髪どなしてん。何がいいな。なんか爆発してるやん。いや、なんか普通やで。普通ちゃうやん。だって先週とちゃうやん髪の毛。いや、パーマを当て、うん、直したからね。でも聞いてる人には全然わかるよな。ラジオやから。あ、ラジオやから。ケンジなんでそんな顔真っ赤かな。赤い、うん、そういう話ばっかりする。なるほどな、はいはい、こういうことや。あんまや、あんま焼けてないな。うん、待ち。はいはい、こういうことや。あんま あんま焼けてないな。うん、真っ白やろ、うん、焼けてないといえばパーフェクト違う。いやいやいや、P、プロモーションビデオ。そうそうそう、今週の、PV。 おい、何を言おうとしてんねん。14、15、月か。14、15、今週月か。レコーディングの合間塗ってね。そうそうそう、あのこの半端なサマーのプロモーションビデオの撮影行ってきたんですけど、うん、これはあの湘南の方ね、由比ヶ浜とか、ね、とか三浦海岸とかね、行ってきたんですけどね。鎌倉ですよ。ねえ、丸々2日間ずっと浜辺でしたからね。めっちゃ楽しかったね。もうめっちゃモッサ、めっちゃモッサ楽しかったな。めっちゃモッサ。もう検事的にはめっちゃモッサやな、それ。ケンタロウ的にはちょっとゴリっぽくやる。ゴリっぽくないね。わけわからんやん。あのね、これまた後でね、うん、あの話しますけどね、うん、はいはい、すごいいいのよ。そういいと思う、多分。いや、何がどうええか言わない。ビデオの内容が、絵が綺麗、うん、なるほどな、うん、海や、うん、今ほらビーチボーイズってほらドラマうーってな。えそれビーチボーイズな。いや、でもそれは分かりにくいな。ドラマ流すなよ。鳥居町君と、もう今日はケンタロウと竹野内豊さんが、あ、そうなんか、うん、あのやってるじゃないですか、うん、まあだからキスキスで言えばケンタロウとジョニーみたいな感じですよね、うん。なんかごっつい落ちてるで、なんか。なんで全然ちゃうやん。なんでケンジは広末涼子ちゃん。あ、そうなんや、うん、ま、あのマイク巻きでもええ。マイク巻き、マイク巻きでもええ。あんなめちゃ、あんな渋いおじいさんおるか。だってマイク巻きおじいさんや。いや、おじいさんやけど世間的に。おるんちゃうか。おるで、たまにカウボーイハットとかかぶったおじいさんおるで。
ああ、俺昔神戸行ってたゴールドラッシュいう店のおっちゃんそうやったな。カウボーイハット、カウボーイハット。ウエスタンブーツ履いてたわ。ああ、おる。で、俺がいたら毎度って言うねんな。おるかって問いかけながらおるんやん。おんで。君も。いや、俺今思い、いや、思えばおるもんやな。ああ、なんや。うん、まあまあこのようにね、いろいろ楽しい。ピズキッズはこの2日のプロモーションビデオ撮影がすごい楽しかったんですけど、はい、みんなのこのいろいろ学校であった楽しいね、うん、話とか、うん、まあ、これから夏休みですけどね、はい、夏休みに向けてこんなことしたい、あんなことしたいっていう予定とかね、うんうん、この辺はあのファックスでね、募集したいなと、でも、俺らの夏休みはその2日で終わったよな、きっと。いや、まあまあ、今年は多分もう、ね、俺でもまだ夏休みボケやからな、うん、だから、ケンタの夏休みボケやね、すっごい、もうめっちゃムッサ楽しかった、その2日間終わってから魂抜けてるから、今日はあのケンタロウ魂抜けバージョンでお送りしてますからね先週は風邪ひいてるしなちゃんとせえよ、めちゃめちゃやな、まあまあ、もう魂抜けるわ、でもめっちゃムッサ言うてる間だけめっちゃ楽しい。いや、めっちゃムッサ、めっちゃムッサって言うてるやん、みんなで、ほらご立腹やわ、ご立腹やわ、なんで皆さん、なんで今聞いてるでしょ。めっちゃムッサがもう、いや絶対もう3回ぐらいできてる、もうファックスにいっぱい来るよ、めっちゃムッサ。この間ファックスでさ、ファックスとかハガキで、何とかなりってつけろとか言ってん、うんうん、今日は文章のあとは全部めっちゃムッサ、あとにはつかへんやろ、つけるつけてこい、あと、うん、ジョニーがあと言うてるんで、だから今日は学校で何々しためっちゃムッサやっぱややこしい、だからめっちゃってつけるところにめっちゃムッサってつけてもらったらそれでいいです。ああ、それで、今日はそういう感じでファックスね、お待ちしてます、はい、それから11時半頃に、この間から始まりましたピスキッズのメンバーとね、うん、一緒に喋ろうっていうね、はい、ホットコーナー、うん、おしゃべりタイムもありますんで、うん、電話かけてほしい人は電話番号も書いて、ファックス送ってください、はい、ファックス番号は大阪 06-577-0301、うん、06-577-0301、採用された方にはですね、ブンブングッズを、プレゼントしますので、はい、どんどん送ってほしいと思います。送ってください、それではですね、もう今届いたばかり、うん、7月24日リリース安室奈美恵ちゃんのニューアルバムの中から一曲聴いてもらいましょう、はい、ノーコミュニケーション。4日リリース安室奈美恵ちゃんのニューアルバム、うん、コンセントレーション20の中からノーコミュニケーションをお届けしました、はい。この部分ベスト10の、この部分ベスト10は独自のハンディキャップシステムを採用しています、はい、チャートの上位3曲1位には100点、2位は50点、3位には20点のハンデをつけてリクエストの枚数からこのハンデの数を引いてしまいます、はい、つまりリクエストの多い曲でも何回もベスト3に入るとどんどんハンデが積み重なり上位進出が難しくなる仕組みになっています。また一度ついたハンデはその曲がベスト10から落ちるまで消えません、うん、このハンデの数などを読みつつベスト3を見事に当てると毎晩1名の方に2万円が当たるベスト3予想クイズがあなたの参加をお待ちしています、はい、それでは昨日のハンデ状況をお知らせしましょう、はい、まず昨日1位の華原朋美ラブイズオールミュージックが今夜のハンデ320、うん、2位の V6 輪になって踊ろうが今夜のハンデ300、ハンデ50、うん、3位の広末涼子大好きが今夜のハンデ20、うん、そして5位のビズコーリングが今夜のハンデ50、うん、そして9位の TM レボリューションハイプレッシャーが今夜のハンデ50となっています。はい、今夜ですね最高のハンデを背負っているのは華原の朋ちゃんですね、うん、こちらハンデ320というのは320枚までのリクエストは集計に入れずにリクエストの枚数が320枚を超えた時点から数えていきますから、うん、ハンデが大きくなればなるほど上位進出が難しくなる仕組みになっています。そうなんですね、はい、初めて知った。今学生時代文文聞いてた時も全ずっとわからなかったんです。どういう意味かわからなかった。なんで今ここに来て改めてこの説明をようやくわかりましたね。これで原稿が変わったんです。さあ今夜のベストテーマはどうなってるんでしょうか。お楽しみに。しましたね、はい、それではブンブンベスト10の発表、いや発表に参りましょう。いや魂抜けバージョンでかなり今夜の第10位うんやりました。7月21日リリースの、ピスキッズ、我々ピスキッズのニューシングル半分の様が今夜初のベスト10入り来ましたね。早くリクエストくれた皆さん本当にどうもありがとう。歌って踊って笑いも取れる、ピスキッズ今夜第10位は、はい、半端な様。ありがとうございました。
沢様のリクエストは、港区の後藤真希さん、河内長野市西沢千恵さん、松原市のペンネーム前田孝之、彼女を募集中さん、神戸市須磨区のペンネームともちゃんさん、他たくさんリクエストいただいております。今日のピスキッズの皆さんなんですけども、はい、先ほども申し上げました通りですね、一応朝から今日は何もなかったんですね、うん、あ、いやでも楽器人が今まだスタジオでレコーディングやっております。楽器人は今レコーディングですね。はい、はい、今夜第10位はピスキッズで半端なサマーでした、はい、ファックスいただいております、はい、京都市のですね、うん、かんなちゃん、はい、買いました、うんうん、半端なサマー&プリズナーナンバー5、はい、やっとやっと歌詞を見れたので嬉しくて仕方ありません、はい、一つ聞きたいのですが、プリズナーナンバー5の 2分5秒ぐらいから聞こえてる細かいな、エッサーホイサーエッサーホイサーっていうのは誰のお声なのでしょう。なるほど、これねメンバー全員です。メンバー全員ですね、あの、恒例行事でみんなでガヤイでやってる。もう出てるんですね。多分土日が休みやから早いところは今日の晩ぐらいから出始めてるんで、こういうのも来てます、うん、ペンネームケンタロウさん、ケンタロウさんラブ、うん、エリコ、うん、さん、ピスキッズさんこんばんは、こんばんは、ちょっと聞いてください、うん、CD 屋さんにピスキッズの半端なサマーを買いに行ったんです、うん、でも、ガーンなんです、うん、まだ売ってないよって言われた、あら、まあね、発売日は21日ですからね、月曜日ですからね、基本的には、まだなんですけど、うん、まあ場所によっては出てるところもあるというね、はい、これも皆さんぜひ、ね、買ってほしいなと思います、はい、どうもありがとうございます、はい、続きまして今夜の第9位、こちらも初登場ナンバーです。フルーチトーコさんのニューシングルが入ってきました。今夜第9位、フルーチトーコ大丈夫。西淀川区の大塚純也君、生野区のペンネーム黄色いマリモさん、美濃市前川美代子さん、京都府山科区のペンネームスネボーさん、他のリクエストです、はい、今日のフルーチトーコさんはミュージックステーションに出演していました。はい、今夜第9位はフルーチトーコで大丈夫でした。 OBG ボンボンベスト10の発表続けてまいりましょう、はい、今夜の第8位、久々にチャートに帰ってきたエブリリトルチーム、しっかりと勢いを取り戻したようですね。今夜も8位にチャートイン、しばらくはまたベスト10圏内をキープできそうです。エブリリトルチーム、ボーダーモーメント、いわく中島ゆかりさん、非常な手紙のペンネームめぐめぐさん、宝塚市の武田博久君、他のリクエストです、はい、ボーカルの持田香織さんはニューヨークでボイストレーニングをしていました。行きっぱなし、行きっぱなし、いや一回でも、ね、帰ってこられたみたいですよね。そうなんや、本店またポイントで行くんや、うん、かなりすごいな、ね、今夜第8位はエブリリトルシングでフォーダモーメントでした。続いて第7位、おーい何したガー、昨日にだった V6、 なんと大きく5ランクのダウンです。この曲はもともとみんなの歌でアガルタというグループが歌っていた歌なんですけれども、アガルタバージョンもちょっとアレンジが違ってなかなかいいので、機会があったら聴いてみてください。今夜第7位、 V6、 輪になって踊ろう。伊吹和恵さん、尼崎市はペンネームマヨチさん、他のリクエストです、今日も V6 の皆さんはですね、それぞれの活動に頑張っていました。はい、ハンデは50がついたままです。今夜第7位は V6 で輪になって踊ろうでした。はい、ファックスいただいております、はい、吹田市のペンネームジョンコちゃん、はい、明日は終業式と思ったら、その直後片山中学ってとこと、うん、クラブの練習試合です、はい、しかも次の日は1年のうち一番でかい試合、その後毎日クラブの練習、全然夏休み遊べない、12歳のもう明日終業式なんだな、うん、あ、この日曜日が海の日、そう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 、うん、休みの、うん、で月曜日が振り返り休日になるから、なんか終業式がそうなってる。ああ、なるほどなるほど、うん、早い、いや、いいですね、夏休みね、どんどん遊んでください、遊んでくださいね、遊べないって書いてるの、うん、いやでもなんとか、なんとかクラブやってたら楽しい、そうだな、うん、はい、楽しいんでクラブしてください。続いて第6位、はい、昨日は106
のハンデのために惜しくも別点入りを逃したザードですが、今夜はすっきりハンデをゼロにして戻ってきました。今夜第6位はザード、風が通り抜ける街へ。金谷愛さん、天王寺区、田中直樹君、市場のあてし、ペネーム変なおっさんさん、宇治市、野口智則君、他のリクエストです、はい。ザードの坂泉ちゃんは今日もスタジオにこもってニューシングルの制作に集中していました。はい、今夜第6位はザードで風が通り抜ける街へ。ブンブンベスト10、ベスト5発表の前にちょっとここでスポーツニュースで一息入れてください。コークスポーツニュース、オールウェイズコカ・コーラ、三笠コカ・コーラ、近畿コカ・コーラの提供でお送りします。はい、それではスポーツニュースです。はい、まずですね、大相撲の名古屋場所13日目は今日、横綱の貴乃花が12勝1敗で単独トップを守り、明日にも優勝の可能性が出てきました。貴乃花は関脇土佐の海を突き落として12勝1敗で単独トップを守りました。そしてこれを横綱あけぼのは大関武蔵丸を寄り切って11勝2敗とし、この結果明日の14日目で貴乃花が勝ち、あけぼのが敗れると貴乃花の2場所ぶり17度目の優勝が決まります。また武蔵丸は4敗となって優勝争いから脱落したのに対し、岩友を下した前頭筆頭の貴闘力は10勝3敗で優勝圏内に踏みとどまりました。一方大関若乃花は琴錦を肩すかしで下して勝ち越しを決め、角番を脱出しました。で、1回は引退とかね、大阪されてたんですけども、頑張ったみたいです。大丈夫そうですね。続きまして第68回都市対抗野球大会は今日めっちゃ頑張ったやろな。めっちゃ無駄頑張ったよな。東京ドームで開幕し、日本生命などが2回戦に進出しました。通算40回目の出場となった大阪市の日本生命は、北海道苫小牧市の王子製紙苫小牧と対戦しました。日本生命は7回福留のタイムリーツーベースヒットで1点を勝ち越し4対3とし、なおですね、今日はプロ野球はありませんでしたということで、以上スポーツニュースでした。スポーツニュースでした。スポーツニュース、オールウェイズコカ・コーラ、三笠コカ・コーラ、近畿コカ・コーラの提供でお送りしました。OBC ボンボンリクエスト、ボンボンベスト10の発表も中盤戦に差し掛かってきました。はい、今夜の第5位。V6 に続いてこちらもベスト3からの転落、残念です。今夜のチャートは荒れ模様です。今夜第5位、広末涼子ちゃん、大好き。大好きのリクエスト、はい、宮古島区、ペネーム、靴下は白さん、門真城、矢川博美さん、神戸市二軸、宮井亮太君、そしてですね、ペネーム、天然パーマかけたいなーさん、阿部のこの方はですね、7月18日は広末涼子ちゃんの誕生日、僕の誕生日でもあるのです、うらやましいか、でも自慢しても誰も何もくれません、心優しいビスケッツ兄さん、僕に何かください、お願いします。なるほどね、今日やん。そうおめでとう。じゃあ特製お箸あります。はい、今日の広末涼子ちゃんなんですけども、はい、ドラマ「ビーチボーイズ」の収録に頑張っていました。はい、よしね、ビーチボーイズね、あ、俺全然見てないんけど、堀町隆さんとね、竹野内豊さん、うん、ジョニーが堀町の本屋としたら僕は竹野内豊さん、なんでよ、いや、しゃあないそう、ケンジマイク待ってやらせていただくわ、なんでもハンデは20がついたままです。今夜第5位は広末涼子で大好きでした。お拍手いただいてます。はい、ペンネームヒロリンさん、はい、部門リクエスト、キズキズさん、こんばんは。こんばんは。昨日私は緑髪を買いました、はい、よく見ると気持ち悪いけど可愛いでね、はい、お札あげましょう。はい、はい、いや続いて第4位。初登場した河村隆一さん、リクエストをぐぐっと伸ばして3ランクは今夜は第4位です。早くもベスト3は目前、絶好調ですね。河村隆一、ビート。佐野美咲さん、平野区、ペンネーム、私ってやっぱりさん、東尾隆の石坂前さん、アジア市、堀和也君、そしてファックスの思い出書いて、大和高田氏のペンネーム、ジョニーさん、命、ジュースさん、おお、ありがとう、そして桜井市の奈良県ですね、ラジオネーム、女の子、ラジコさん、
はい、たくさんリクエストいただいて、はい、ありがとう、はい、今日の川村隆一さんは、ミュージックステーションの方に出演していました。はい、今夜第4位は川村隆一でビートでした。それではここで産経新聞ニュースと天気予報、坂下アナウンサーよろしくお願いします。はい、産経新聞ニュースと天気予報でした、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ファックスをね、はい、しておりますよ、はい、もうたくさん来てますけど、はい、06-577-0301、 06-577-0301、 夜遅いので間違えないでください。待ってます、はい、この後は、いよいよ気になる、ランクが荒れてましたね。ベスト3の発表です。はい、ブンブンベスト3。11時の時報とともにブンブンベスト3の発表です。昨日1位の川原智美はまだ、2位の V6 は、去年第7位でした。3位の広末涼子ちゃんは、残念ながら5位でした、うん、今夜は一体どんなベスト3になってるんでしょうか。ブンブンベスト3、このコーナーは大阪外語専門学校 NTT ドコモ関西の提供でお送りします。さんでした、はい、ベスト3予想の応募総数5817通、賞金2万円のかかった7月18日金曜日、今夜のベスト3の発表です。今夜の第3位、やりました、 KinKiKids、 またもワンランクアップして第3位。水曜日に初登場してからわずか3日目でベスト3入りの快挙です。すごい人気ですね。1月21日発売ということで、同じ発売なんですけども、もう早くもですね、店頭には並んでて売り上げの方がすごいということですね。KinKiKids をお買い上げの際はぜひ KinKiKids も一つよろしくお願いします。今夜第3位、 KinKiKids、 ガラスの少年。まさこさん、大将とペンネーム正義の味方さん、ペンネームゆでたわごくん、高石の岡部理香さん、そしてファックスの思いただいております。ペンネーム黄色ザルさん、東大阪市の方ですね。こんばんは、ピスキッズ。今度僕はキンキキッズのコンサートに行きます。皆さんはどう？いや、それは俺らが見に行くかどうか、行くかどうかって言ってるんですよね。スケジュールはやっぱり見に行きます。ピスキッズは9月10日に、はい、大阪コンサートあります。みんなはどう？ありますんで来てください。はい、剛君はですね、映画近代少年の事件モノロケのため中国に行っています。映画に乗るんですね。ね、光一君の方は今日はコンサートのリハーサルをしていました。はい、3位のハンデ20がつきました。今夜第3位はキンキキッズでガラスの少年でした。続いて第2位。おっと、ともちゃん4日連続首位獲得ならず。ワンランク落ちてしまいました。でもすごいですね、今週月曜日から金曜日までずっとベスト3入り、まさにシュン、シュン、シュン。このすごい人気者のともちゃんがなんと今夜12時からこの番組に登場。そうなんですよ。いや、すごいね、うん、すごいね、ボンボン。すごいよ、いつもは12時までに寝てしまうという早寝早起きの良い子も今夜は夜更かしして、はい、聞いてくださいね、はい。今夜第2位、川原智美、ラブイズオールミュージック。加藤さゆりさん、はじきの日、森岡義正さん、神戸市長田区は竹内直人くん、他のリクエストです。はい、今日は12時からともちゃん登場です。どうぞ。お楽しみに。2位のハンデ50が加わって、ハンデはこれで372になりました。今夜第2位は川原智美で Love is all music でした。いつまでも。そして今夜の第1位、からフォーランクのジャンプアップ、加原のともちゃんを跳ねのけて首位を獲得したのはビーズのこのナンバー。ヨドバークのペンネームゴリピョンさん、福島区のペンネーム頭爆発くん、高石の赤石タラナくん、宝くばし戸田美佐子さん、他たくさんリクエストいただいております。ビーズコーリング。松本さんは今日は七瀬香織さんのプロデュース用していました。稲葉さんの方は作詞活動でした。はい、1位のハンデ100が加わって、なんとは150になりました。今夜第1位はビーズでコーリングでした。それでは今夜のベスト3を見事に当ててくださった方の中から抽選で1名の方に2万円を差し上げるベスト3予想クイズの発表です。はい、1月18日今夜のベスト3は、第1位ビーズコーリング、第2位母原とも言うラブイズオールミュージック、第3位キンキキッズ、ガラスの少年、応募総数5817通のうち
万円になります。さあ、あなたの脱走する予想クイズにチャレンジしてください、うん、郵便番号 552-01 ラジオ大阪部門リクエストベスト3予想の係まで、はい、リクエストと同じハガキで構いませんが、必ず何月何日何曜日のベスト3予想と書いてください。書いていないと無効になります。またベスト3予想はファックスでは受け付けておりませんのでご注意ください、はい、参考までに現在ハンデを背負っている曲を紹介しますと、うん、今夜1位のビーズがハンデ150、2位のカヤラとオメガハンデ370、3位のキンキキッズがハンデ20、5位の広瀬涼子がハンデ20、そして7位の V6 はハンデ50。また近々ベスト10に入りそうな曲は藤井フミヤでゴーザディスタンス、山本浩二でイマジン、ザ・イエローモンキーでバーン、広瀬香美でナッパムなどがチャートインを狙っています。しっかりベスト3を予想して2万円をゲットしてください。ブンブンベスト3、このコーナーは NTT ドコモ関西他の提供でお送りしました。オリジナルコーヒーです。オリコンのホットなチャートで皆さんからのホットな音楽情報にお答えするボモンカルビーホットコーナー。はい、ピースキッズの金曜日はリスナーの皆さんと電話でつないでホットなトークを繰り広げるというピースキッズのナイストークでーす。違うやないか。すいません。今夜はどんな電話が、今夜のどんな話が飛び出すんでしょうか。お楽しみに。このコーナーは健康と真心をお届けするカルビーの提供でお送りします。はい、今日もたくさん来てます。ナイストークです。もうええねん。なんで沈むねん、そこで。はい、これはね、奈良県の方ですね。ツバメのお母さん。ツバメのお母さん、ね。ここで愚痴こぼすなよ。グッドエブニング、はい、イブニング、はい。私と妹は今、ツバメのヒナを育てています。巣から落ちたヒナを育てているんです。うん、今はゆで卵の白身を揚げています。美味しそうに、食べてくれます。でももうすぐ死んじゃいそう、かわいそう、できるだけのことをしてやります。ということでね、はい、じゃあ行きましょう。ちなみに皆さんのグループの名前は何ですか。ごめんなさい、知らないんで教えてください。グループの名前ね。名前、もしもし、はい、ヤボン、それいります。ロングリクエストのケンタロウですけど、はい、ともみちゃん、はい、まだえ、ともみちゃんのお母さんね、今日は。あ、ツバメのお母さん、はい、ツバメのお母さん、いうことはツバメ産んだんですか。違います。お前文章読んどってなんで一個も頭入ってないの。こう、どう今ツバメの様子は。寝てます。寝てるか、うん、はい。でも今の時期ツバメって遅くないの。2回目、あの、赤ちゃん生まれの。あ、いつも、家に巣ができてるんや。はい。あ、じゃあ毎年来るんや。はい。またもうベテランやね。あれかな、あの長い棒にさ、先っちょに鏡つけて見たりする。しません。しません。はい。小学校の時にもやってる。あ、そうなんだ。あ、そんなことしてないんだ。竿みたいな。ツバメの巣ができる家は幸せになるとか言うよね。ああ、言いますね。言うんですかね。幸せ。最近なんかいいことなかった。全然ない。あれ、全然ないんや。悪いことはありまくり。あら、ありまくりなんや。でも今日ほら、この名前も知らない我々と話できてよかったじゃないですか。はい。これもね、一つの出会いだよ。うん、はい。名前ね、ペスキーズって言うね。はい。よかった。はい。ちょっと CD 買ってよ。ほんと笑うことだ。鼻で笑われ。鼻で笑うなよ。今度出るね、7月21日に、うん、半端なサマーっていう CD が、はい、キンキキッズのガラスの少年と一緒に出るのよ、はい、これは買わなあかんと思わへん。はい。思うな。はい。そうかそうか。じゃあ、ここで、はい、僕とこの CD を買うということを約束して、はい、お別れしたいと思います。はい。約束してくれますか。はい。よっしゃ。じゃあこのプリクラホルダーを、ね、うん、はい、プレゼントしてね、はい、このプリクラ2つください。2つね、オッケー。はい、2つ送ります。ツバメの写真入れてくださいね。はい。でこの後も聞いてね、はい、うん、ありがとう。ありがとう、ありがとう。なんか電話でなんかセールスしてるな。え、昔営業やってましたからね。だから売り込みうまいね。続きまして、川西市のヒロシ君、うん、はい、
ペスキッズの皆さんこんばんは。こんばんは。嬉しいハッピーなことがあって、ペスキッズの皆さんに聞いてもらいたくてファックスしました。一つ目、ローソンで買い物をしてたら半端な様が流れていた。かかってるんですね。二つ目ですね、そういうとこでかかってる。ペスキッズの曲を友人に聴かせたところすごく気に入ってもらい、半端な様は一度買ってみるとのこと、他の曲も気に入ってもらえた模様。嬉しいね。3つ目、9月10日にまたライブがあるんですね。明日チケット絶対買うぞ。ああ、ありがとう。明日、明日発売で関西地区はね。あ、そうなんや。嬉しいですね。夏休みのある人羨ましい。留守番電話してくれた接続します。音声かけてくれ。あれ、どこで聞いてんねやろな。 今嬉しいねって今腰ボキーに砕けたわ。俺腰砕けましたか。今のお姉さんの声ごっつい間良かったな。お姉さんかな、あれ。今のお姉さんかなりまでつくんだ。お姉さんか。ちょっと、お姉さんじゃなかったな。多分子供2人ぐらいいてんで。ああ、ちょっと塾じゃない。留守番電話センターに接続します。入れとこうか。これでもう後でシャープとか押すの。お、なるほどね。そういうことか。何が陽介は妹に何言うてんの。俺なんて言うた。恵子ちゃん言うた。お前